人でやられるのは何でなんですか。感覚で5名さんの時はちょっと待たせてしまったな、うん、ちょっと流れがちょっとよどんだな。4名様だとなんとかなる。ですか。そうですね。最高じゃないですか。寿司の赤松のどぐろでございます。うわ、よいしょ。イカはですね、外側も内側も何層にもあってですね、はい、全部剥ぐと皮下の旨味もなくなるようで、はい、皮一二枚剥いだら隠し包丁で噛む。紫ウニです。うわ、フォルムがやばいです。濃いですね。60度か65度ぐらいで15分から20分の低温調理です。最初の柚子の香りもめちゃくちゃいいですね。マジです。この中に生姜とネギを挟んでるだけですね。凄まじいフォルムですね。うまっ。生姜が効いてますね。です。さあ、どうなったんですか。から燻製にして、今度は皮目を炙って、でそこから漬けを。強烈な香りというか旨味というか、パンチが見た目以上にあるネタだな。コースの後半でやはりアクセルを。はい、そうですね。背です。背の赤身でいいです。赤身。赤身。背の塩味ですね。これ何キロ？234。今の時期でこんそんな大きいの取れるんですか？めったにないですね。ですよね。トロを2枚重ねにしているのを初めて見ました。めっちゃうまいです。これ結構寝かせてるんですか。え、私はもう仕入れて順次使っています。これは血合い岸に近い方ですね。なるほど。質感が違いますね。こっちの中トロの方は後半にこうどんどんうまくなっていくなっていう感じでした、トロタク巻きでいいんですか。トロタク巻きで重厚感もすごいっすね。うまっ。これはもう反則ですね。中
カオチと鉄火をダブルで入れてる理由は何ですか。こうマグロのちょっと密室を感じながらたくあんと、私はおかみにこれの最後の晩餐のおたくだって言ってます。いやわかる、それわかる。握り今日トータルで何個、はい、14か。なんでこのつまみはほんと少なめで握りたくさんっていう構成なんですか。はい、私はもう居酒屋をずっとやってたんです。なんか面白くなくなってきて、うん、そういう悩みの中で行き着いたのがお寿司だったんですよ。はい、寿司だったら自分の性格と照らし合わせて、まあ、一生楽しんでやっていけるな。寿司が好きでお寿司屋になったので、はい、やっぱり寿司メインでした。